スノーマン・佐久間大介、金髪時期の理由判明、ついに、これだったのかと反響殺到。スノーマンの佐久間大介が6月2日、2024年公開予定の映画、マッチングに出演することが発表された。これを受け、ファンの間では、金髪ビジュアルに注目が集まっている。佐久間大介出演、マッチング土屋太志大鳥が主演を務める本作は、 マッチングアプリによって増えた出会いの裏に仕掛けられた罠の恐怖を完全オリジナルで描く新感覚サスペンススリラー。佐久間は土屋演じる主人公リンカとアプリでマッチングする狂気のストーカー長山と無役として出演する。自身初の実写映画単独出演となり、同時に金髪のビジュアルも解禁された。